とどのつまり小笠原のチケットを手に入れることができましたよっていうね感じですよ。よかったよかった、安心ですよ。あ、ちなみにね、今はね、小笠原行く金曜から木曜、木曜、水曜、火曜、月曜、4日前の夜ですね。5日前の夜ですね。もう4日前になったけど、今日月曜日になったけど、もう日曜日から時間過ぎたから、まあそんなもんですね。いやー楽しみになってきたぜ、小笠原丸。小笠原丸が楽しみだね。でもこれ見る限り思ったより快適そうだな、小笠原丸のベッド広いもん、これ。ただこれあれだな、隣にも人がいる可能性が大だから、隣の人がねちょっとねうるさいって言われちゃうかもしれないからね、静かにやんなきゃいけないね、これ。なるほどなるほど。ちょっと小笠原丸の中で撮る動画も考えなきゃな。いろんなとこ撮りたいからな。展望ラウンジ撮りたいでしょ、あとはシャワールームもちょっと撮りたい、そういうとこ俺らも大事、あとエレベーターも乗るでしょもちろん。あとはでも全部撮りたいな、そういうとこ全部書いてあるもんね、設備が。展望ラウンジは間違いなく撮る、自動販売機ちゃん見には行く、給湯室は使いたい、カップラーメン買っていこう、そっちの方が面白いとこ撮れるんだ。ショップドルフィン、ショップドルフィンも使う、ショップドルフィン何を買うのかっていうね。小笠原丸オリジナルグッズ買えばいいか。シャワールームでしょ、撮るでしょ、喫煙室撮るでしょ、レストランか、レストランも1回は使いたい。お、水素水がただ授乳室あれ授乳室に行っていいのかな、水素水ただなの、水素水飲んでみたいんだけど俺飲んだことない水素水。あ、冷蔵専用コインロッカー高いな、500円のみだよ、500円だよ、かかんの時間、マジかよ、高っ。じゃあやっぱ酒は買った方がいいのかな。貴重品ロッカーは使うよね、もちろん無料で使えるように指紋認証で絶対使うでしょてか普通に実用性的にも使うしね、動画的にも一応指紋認証はいい。両替機、両替機もちょっとねバーバーってあの1万円いっぱい持ってるから両替するのに、ね、これもちょっと面白いとかになるかもしれない。ミニサロン南島、カウンターテーブル、立ち食いのみがございます。これも使わないとこれ全部使わないと、使うもんもあるしかこう、まあ、大体はねベッドにいることが多いとは思うんですけどね、俺らもね。キッズスペースとか覗きには行くかもね、もしかしたら。そっか、なるほどね。シャワー室あるのはありがたいかもね、吐くかもしれない人いるからでも普通にちょっとなんか俺なんかシャワー気晴らしに浴びたくなっちゃう時があるから、そういう時にちょうどいいかもしれない。いいなぁ、いいぜいいぜ。なんといってもこの小笠原マップがいいぜ、これね。ちょっとした場所もね結構書いてあるの、ここだとシュノーケルで魚がいっぱい見れますよみたいなところが書いてある、写真付きで。これ素晴らしいよ。あとね、そう、このあの町の中心部から何分で行けますよとかもあるし、すごいねこれ。迷ってもこのマップ見れば歩ける感じやね。もしかしたら Google マップに頼らないでこれ見て歩いてもいいかもね。なるほど。お、すごい。小笠原の注意点がいっぱい書いてある。日焼けに注意とか。飲み水は持ちましたか？足元に注意。海での注意。
逆に裏側何書いてあるんだろう。あ、すごい、メシアとか全部書いてある。あ、すごい、あの、あれだ、俺らの泊まる宿も書いてある。すごい、あ、すごい、お土産屋さんも書いてある。あ、酒場も書いてある。バーがあるぞ、バー。しかもバー、オムライスが食えるって書いてある。一人で楽しそうだなと思ってたら、みんな。トロ、あ、そうだね。普通に酒場書いてあるね。普通にね、バーとかはね、27時までやってるって書いてあるからね、深夜営業の、まあ、酒場もあるね。亀料理食べれるよ、このバー。バークレヨン絶対行くでしょ。カード OK だし。うん、なるほどね。ベッド屋さんか。ハートロック。あ、これか、ハートロックカフェ。サメバーガー食べる。サメバーガー。メカジキのフィッシュバーガー絶対うまいだろ。大体の居酒屋は12時ピッタまでやかな。バーだけ27時までやってんだな、これ。素晴らしいね、これ。素晴らしすぎんだろう。スーパーあった。あと農協とかもあるね。あ、ガソスタ。ガソスタもちょっと俺ら原付借りるから大事だね。これね、いいね。あの、小笠原丸の船の中でも星になるとちょっと見れるし。素晴らしいよ、これ。で、まずこれがもうなんか、旅行行ったら欲しいもん、これ。欲しいっていうか、なんかこれ、もうこれがもう記念になっちゃう。後ろすごくねって。これ。全部、あの、お土産屋さんとかレストランで。こっちも素晴らしすぎるでしょ。ただね、一つ言いたい、一つね、言いたいっていうか、一つだけね、いあの、言っときたいじゃなくて、なんだろう、一つだけね、ちょっとね、惜しいなって思ったのはね、あの、1ヶ月早く欲しかったね、これ。1ヶ月早くあればね、これすごい使えたのに。それなんだよな。それだけに限るんだよな。まあいいや。というわけで、小笠原丸のお話でした。話しすぎちゃった。26分いっちゃった。動画作るの大変。まあいいや、これを欲しいように写真送ろう、今から。じゃあ皆さん、小笠原を楽しみ。じゃあね。